おい、ハギ、その音、キャブレターの燃料調節が悪いんじゃない？そう思って調整するだろうよ。まあ、ジンペイちゃんほど早くはねえけど。ほら、治った。噂通りの手際の良さだ。松田ジンペイと萩原ケンティ、君たちは機動隊に興味ないかね？あ？詳しく言えば、爆発物処理班にスカウトしたいのだが。機動隊の爆発物処理班だと？みんなの興味あるに決まってんだろうが。よろしくお願いしてやるぜ。お願いしてる態度じゃねえな。君は？ちょっと考えさせてもらおうかな。なあ、どうすんだよハギ、さっきの返事。俺らのことを即戦力って考えてるみてえだぜ。そりゃ嬉しいよ。気心の知れた友と同じでしょ。しかも大好きな機械いじりと来ても。だったら親父の工場を見てっから。何もかも順調だとかかっちまうんだ。これは破滅への入り口なんじゃないかっていう。ブレーキがない。まあ迷ってんのかやめときな。爆発物処理班はかなりやべえ仕事らしいから。お、飯に行くなら付き合うぜ。いや、鬼子の車のとこだよ。俺が音聞きゃメカのどの部分がイカれてるかわかるっつったら、あの車のエンジン見てくれって、ついでに洗車もしとけって頼まれちまってよ。こんなとこすぐに卒業して早く爆笑に行きてえよ。マスター、あ、お前は怖くねえの？爆発物処理班怖くねえっつったら嘘になるけど、前から爆笑には興味あったし、それに俺にはもともとアクセルしかついてねえからよ。だろうな。そういえばまだ詳しくは聞いてないが、人命救助に貢献したらしいな。あんぐらいちょれっすよ。それで FD の修理と洗車はできたのか？もちろんエンジンは万全、洗車もご覧の通りピカピカでございます。これからもその位置で頑張れよ。へえ、 FD ちゃん名誉の負傷だな。彼が本日付で捜査一課情報班係に配属された松田甚平君だ。彼は去年まで警備部機動隊に所属していた変わり種でな。よしましょうや警部さん、田舎から出てきた転校生じゃねえんだな。うざって自己紹介なんか意味ないでしょ。こっちは来たくもない係に回されて切れかかってるっていうのに。